歌市内市は、北海道中部に位置し、空地総合振興局に属する市、全国最小の人口を有する市である。かつては、年間生産量約70万トンの石炭産業で、栄え、ピーク時の昭和23年には、約4万6千人の人口を記録。その後、石炭産業の衰退により減少した。昭和56年以降、 長らく人口が1万人に満たない唯一の市だった。同じ空地管内の平成24年10月に三笠市、平成25年6月に夕張市、令和元年9月に赤平市が人口1万人を割り込んだため唯一ではなくなったものの平成19年11月には北海道の調整施行基準である人口5000人を 平成26年3月には4000人もあった。また、令和3年3月には3000人を下回った。令和2年9月30日現在、全国47都道府県772市の中で、日本一人口の少ない市である。近年は、鴨井い国際スキー場、市営鴨井い温泉など、観光開発に力を入れている。しかし、2009年度には、 財政健全化団体に指定されるなど、厳しい財政状況に立たされている。なお、財政再建団体への指定は、免れている。氏名の、歌市内は、アイヌ語の、オタウ市内に由来する。なお、これを意訳した地名が、砂川である。市内を流れる、ペンケウタ市内側がこれに該当する。現在は、スイスのチロルをイメージした街づくりをしている。歌市内市は、 北海道空地総合振興局管内のほぼ中央に位置する。市のシンボル的存在である新井岳をはじめ、頂上たる夕張山地の山々が連なる。清流して石狩川に注ぐペンケウタ市内川が市街地を貫流して大きな沢を作っている。地域は主に山岳、森林地帯である。東は足別市、西は砂川市、南は 空地群上砂川町、北は赤平市に接している。山地河川炭鉱都市として、大正時代に2万人を突破した人口は、昭和23年に最多の4万6千人を記録した。昭和40年代に入ると、平山が相次ぎ、昭和56年には、日本の市として初めて人口1万人を割った。人口は、全国の市の中で最小で、現在も、 減少傾向にある。市区町村別に比較した北海道の空き家率で3位にランクされる。なお、2045年には人口が813人になることが予測されており、この通りに行くと2015年との比較増減率は77.3%減とされている。2019年における各種人口統計は以下の通りである。 消滅集落2015年国勢調査によれば、以下の集落は、調査時点で、人工霊人の消滅集落となっている。歌市内の地域はかつてアイヌの居住及び狩猟の地だったと考えられており、不威だけもアイヌ語のカムイヌプリから命名されている。19世紀初頭には、西江ゾ地の上かばた場所に属し、1831年以降は、石狩場所に属した。地域は、 正木藩ハから天亮、正木藩ハン福寮再び天亮を経て、1859年以降は、省内藩の敬語地となって、明治維新を迎えた。市長市役所が、地域の東寄りに設置されている。西三町地域づくり懇談会解散後、新たな連携、事務の共同化について検討中。市議改定数8闇記載問題2006年6月。 旧産単地の夕張市、足別市、三笠市、赤平市、歌市内市、上砂川町の六市町による空地産単地域総合発展基金からの不適切な長期借入れが発覚。この問題により借入額の一括召喚を余儀なくされ、歌市内市は隣接する上砂川町とともに財政再建団体への転落が取り沙汰された。救済策として、 基金の一部が取り崩し可能となり、第三セクターへ健康の村施設を売却し、施設購入に対する補助金として、旧基金を活用し、償還財源を確保したため、闇記載問題は解決した。集配業務は赤平郵便局が担当現在、姉妹都市はない。かつて、福岡県山田市と姉妹都市提携を結んでいたが、2006年、山田市が合併して、 かましとなったことにより消滅。かつての主力産業は炭鉱であった。閉山後の振興策として、札幌県、同自動車道へアクセスを売りとした工業団地を分譲中。高等学校、中学校、小学校、子供園、最寄り駅は砂川駅である。かつては、歌市内線が通っていたが、1988年に廃止された。 その後北海道中央バス焼山線が代行バスとして運行していたが2019年3月末をもって廃止した。都市間バス道道悲別ロマン坂も板タケ国際スキー場習間東洋経済都市データパック2020年版東洋経済新報社2020年ありがとうございます。